長澤まさみと岡田将生が、小栗旬主演の映画、銀魂に、仮、8月17日公開、に続投することが21日、明らかになった。上段左から小栗旬、菅田将暉、橋本環奈。下段左から長澤まさみ、岡田将生、エリザベス。同作は、漫画家、空知秀明が、週刊少年ジャンプ、集英社、で連載中。と同名コミックを原作に、福田雄一監督が実写化のメガホンを取る。パラレルワールドの江戸を舞台に、宇宙からやってきた、天人、アマンと、と侍、坂田銀時、小栗旬の間に起こる様々な事件を描く。2017年に公開された映画、銀魂は、最終興行収入 38.4 億円、2017年の実写邦画ではナンバーワンの成績を記録した。前作に引き続き長澤が演じるのは、新八。菅田将暉の姉、妙。容姿端麗でありながら腕っぷしの強い妙を熱演し、振り切った変顔と新たな一面を披露していた。また、岡田は銀次の幼馴染であり、かつての盟友、上位浪士の桂小太郎役として続投出演する。今回は、銀魂、ファン待望、想像の範疇を超えたカツラ。先日解禁となったティザービジュアルは、銀次、小栗、新八、菅田、神楽、橋本環奈。た、の番事や三人が、銀魂に、仮、にちなみ、ピースポーズを取ったデザインに、さらに長澤、岡田、そしてエリザベスがに、ティース、ポーズを取ったビジュアルも公開された。また、22日から26日まで、公式 SNS、Twitter、インズテージャー。AM、公式 HP にてキャスト情報5名分が毎日1人ずつ発表される予定。今後の続報にも注目となっている。長澤まさみコメント今回は、前作に比べて銀さん、新八、神楽ちゃん3人と一緒に過ごすシーンが長かったので、より、銀魂の世界観に浸れました。弟とのシーンが前回は少なかったので、姉さんができてとても嬉しい気持ちになりました。前作に負けないくらい楽しい作品に仕上がるのではないかと思いますし、新たな、銀魂、チームが出来上がったと思うので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。岡田将生コメント前作で、とても銀魂の原作ファンの皆様に支えられ、銀魂に、仮、に再び出演できることを僕自身、とても嬉しく思っています。前作では、アクションシーンなど系のかっこいいシーンがたくさんありましたが、今作では、180度異なる系を見せられると思います。本当に声が出るくらい笑い、興奮し、熱くなった台本でしたので、自分自身とても見るのが楽しみなシーンが満載です。ぜひ、お楽しみにしていてください。C2018 映画、銀魂に、仮、制作委員会、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。